ワスプスラグビーはイングランドコベントリーを本拠地とするプロラグビーユニオンクラブであるギャラガープレミアシップ所属スタジアムはリコーアリーナ1866年に設立したハムステッド FC が名称変更により頭文字の H を残しハリクインズと変わった時に従来のブラックゴールドのジャージにこだわった一部のメンバーが新名称に納得せず脱退 新たなクラブチームを立ち上げた。そして1867年にワスプス FC として創設。1996年にプロ化に際してアマチュアクラブであるワスプス FC からワスプス RFC として分離した。1999年にワスプス FC との区別のためロンドンワスプスに改名した。2014年にクラブ名からロンドンを外した。また、 本拠地をロンドンからコベントリーに移転した。プレミアシップ優勝5回を誇る競合。ロンドンはスプスとなってからは、レギュラーシーズン1位にはなっていないが、プレーオフを勝ち上がって優勝し、さらにハイネケンカップも2度制するなど、短期決戦でその強さを見せている。2021から2022のスコットは次の通り。ありがとうございます。